どうも、エルザレットです。では、ガチホコ解説やっていきたいと思います。今回は運び方パート2ということで、前回はその運ぶテクニックの話したんですけど、今回は運ぶ時の考え方っていうところをやっていきたいと思います。では、まず1、止まらないことということで、止まらないことについて話していきたいと思います。で、まず、先に動画が1つありますので、そちらをどうぞ。はい、ということで、先ほどアンチョビットで一気にノックアウトした動画を見せたと思うんですが、あちらについて一つずつ解説していきたいと思います。まず、止まらないっていうところなんですけど、多分爆発させた瞬間に、まず相手を荷落ちさせてる状態でした。なので、もう相手が荷落ちしてるときは、矛のときは進めるのが、鉄則となります。あとはここら辺が濡れてましたよね。あとは止まらないっていうところで言うと、相手が2人っていう状態であれば、正直もう一気にカウント進めれるので、もうこういう風に進みます。もう最短ですね。矛所もためずに打たず、こういう風にいきます。で、ここまで来たとしても、相手から、キルされてもカウンター進めれるし、矛も、なので、もう意地でもこういう時は進めます。で、相手がキル損ねてノックアウトができるということなんで、矛は正直、2人、相手を落としてる状態に持っていって、こちらがまあ人数有利であれば、もう正直持って運んだ方がいいです。の方がまあ結構勝率も上がりますしね。で、矛の場合は、基本この矛運ばないとカウント進みませんので、持っておくことをお勧めします。まあこれが止まらないっていうところですね。一番最悪なのは、持って、相手が4人いる状態で持ってしまって無理やり進めるっていう動きをすると人数不利招くだけなのであまり良くないです。なので止まらないっていうことも大事なんですけど、人数を見とくっていうのも今回大きなポイントとなります。続いては下がらない時のポイントってことで矛持っている時に多分一気に進めていくと思うんですけど、それと同時にこう狙われるので、ああいう風に待ち伏せされたりとか、なんかこうどうしても止まってしまうとか、っていうところが出てきます。で、そういう時の判断の仕方なんですけど、基本的にはもう正面に1人2人視野に入ったら、止まった方でいいです。で、先ほど止まるなっていう話したんですけど、止まるなっていう時は人数がこちらの方が有利だからですね。ってことは矛の周りに護衛がいるっていう状態です。なんですが今、下がる時のポイントっていうのはまず人数が同等になってるっていうことと、もう正面に1人でも構えてるっていうのが状態です。でそういう時は、ちょっと引いて味方に前に行かせて矛ショットで援護をするっていうことですね。こんな感じで。で道ができて濡れてる状態になった時に一気に進めると。これでもうカウントが一気に進みますので、焦らずに、まあ、3、4人、向こうが勝つ人数有利であれば進める方がいいです。はい。では、続いては、ルートを理解するっていうところを話していきたいと思います。基本的にガチホコに関してなんですけど、3つのルートが存在します。1つは通常の、安定のルートですね。安全なルートです。できるだけ敵を視界に入れつつ、っていうところです。ただし、距離が遠くなりがちっていうルートが1つ存在します。もう1つ、2つ目は、短縮系ですね。まあ、ちょっとリスクがある生き方になります。まあ、アンチョビで言えば、まっすぐ真ん中を使うところですね。で、3つ目のルートが、このこもれるポイントですね、相手に取られたらこもられるっていうルートがあります。実はこの3つを、うまく時間によって使い分けるっていうのが実は、大事です。じゃあ、それぞれのルートを通って、説明していきたいと思います。じゃあ、まずは、そうですね、じゃあ安全のルートからいきたいと思います。基本的にアンチョビで言うと左側ですね。ちょうど線引いておきましたが、ぐるーっと回ると、基本敵がいるところを迂回しながら回るルートになってきます。場所によってはそういうルートはない時もあるんですけど、迂回ルートになりますね。安全っていうの。で、こういう風にポイントも打ちやすいような状況です。ってことは、人数がこちらが多い状態で、相手と均衡してる時っていうのは、わざとこちらのルートから、行くのがいいっていうことですね。あとは時間次第にもよりますが、まあ、最初安定してるうちはこちらを通る方がいいかなと思います。では、2つ目いきましょうか。2つ目のルートが、短縮系。まあ、短縮系ですね。にしときましょう。っていうのが、ちょっとリスクがある感じです。ここ、アンチョビだったら敵に追われます。ただし、ルートは、短時間で先ほどの安定より行けます。で、進むと、っていうことで、まあ、ちょっと、安定した、安定のコースと、をちょっと短くしたというかショートカットができるようなコースになります。これに関しては、場所によって違うので、そうですね、マップ次第っていうところです。ただし、大体この2つが多いかなという印象ですね。はい、では3つ目、立てこもりって言った方が正しいですかね、のルートになります。で、この立てこもりのルートなんですけど、ですね、マップで見ると、確かに、こっちのルートですね、ある程度近く行けるようで、相手も移動しにくいんで、いいなと思うんですけど、実はこれ、かなりリスクが高いルートになります。他のマップでもあるので、その、立てこもりルートは、覚えておいてもらいたいんですけど、刺さらないってことではないです。ただし、アンチョビで言うと、こうやってる間に、相手がいくらでも侵入できるってことですね。ただ、これ、いいのは、ここまで一気にカウント進めれます。この最低限の塗りで。なので、時間がギリギリの時には、とても有効かなと思います。あと、この立てこもりっていうのがですね、一番有効なのは、リードしてる時になります。例えば、そうですね、もうカウント的に買ってて、残りもう1分切るか切らないか、もう切ったぐらいがいいかな。切った時に、自陣でこもるとリスクが高いんですけど、わざとこういうところに来て、相手が立てこもれるところに持っていくんですけど、逆を言えば相手もここから、降りるっていうのがすごく大変です。まずスプリンクラーを壊さないと回して移動させないといけないということと、敵がいた時に正直結構めんどくさいです。こういう風にすぐ行けますしね。今落ちましたけど、で、周りはもう落とし穴っていう状況なので、この立てこもりのポイントは結構、勝ってる時には使えるんですけど、負けてる時には、あまり、リスクを負うようなところです。逆に言えば、初動で行くべきポイントでもないというところですね。となります。まあ、ガチホコはこんな感じで、今回運び方3つですね、を説明させていただきました。このルート選びが一番大事かなっていうのと、止まらないっていうのが大事かなと思いますので、その点押さえていただいて、また矛頑張っていただければと思います。まあ、矛楽しんでね、止まらないっていうのさえ覚えてしまえば、結構、矛持ちが楽しくなります。っていうよりか、矛は、X までは矛を自分で持ってノックアウトするぐらいが、実は勝てる要因にもなりますので、それぐらいの意識で矛を、運び方をいろいろ試していただければと思います。それでは、今回の矛講座ですね、はここまでとします。また次回は、そうですね、またテクニック系を載せていきたいと思いますので、またご視聴ください。では、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、またね。